午後3時16分です。また激しく揺れ始めました。横浜市中区の高層ホテルが激しく縦に横に揺れています。2011年3月11日に発生した東日本大震災は世界に大きな衝撃を与えました。東日本大震災は日本観測史上最大のマグニチュード9を記録。それに伴って発生した津波により東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。また福島第一原子力発電所の事故は電力不足や放射能への不安だけでなく我が国のエネルギー問題やライフスタイルに対する考え方にも強く影響を及ぼしています。相模原市ではこの大震災を受けて被災地に対し救助活動をはじめ物資、義援金、人的支援などさまざまな支援活動を行っています。また災害に強いまちづくりを目指し神奈川県や各自治体、地域とのさらなる連携を深め防災体制の強化に向け取り組んでいます。そして加山相模原市長が神奈川県庁を訪問。おはようございます。あ、どうも。黒岩神奈川県知事と東日本大震災を振り返り新たな防災への取り組みについて語り合います。これから加山相模原市長が黒岩神奈川県知事にお話を伺います。わあ、すごい。すごい。おはようございます。どうも。すみません、今日は。よろしくお願いします。3月11日というのは、はい、私はまだ大学院です。教授やってましたから、はい、それでちょうどその神奈川県知事選挙に出ませんかって言われてた時ですからね。で、いやどうしようかなって迷ってた時に、それで実は地震があって、そうですね、あ、こういう時に自分にその神奈川県知事へというお声かけていただいてるということをですね、何か非常に運命的なものに感じてね、それでじゃあ決断をしたという次第でしたね。まあ、私たちの姉妹都市が岩手県大船渡市にございますので、まあ、すぐですねそちらの方の心配が頭をよぎりましたし、まあ、市民の安全がどうかということもまあ非常にですね、まあ、心配になりましたので、まあ、対策本部をいち早く立ち上げまして対応にまあ取り掛かったというような状況でございましたね。まあ、幸いですね、建物ですとか道路ですとかですね、そういった被害は大きなものはございませんでした。ただ帰宅困難者ですね、まあ、お帰りになるときにですね、駅のところに滞留された方が2500人ぐらいおりました。まあ、その帰宅困難者への対応ということの中でですね、手順に若干戸惑ったところがございます。まあ、初動体制で職員をですね、約2000名ばかりですね、配置させていただきましたので、ある程度の裁きはできましたけども、まあ、今回の大震災でですね、その初動体制見直し、帰宅困難者対策、これをしっかりやらなくちゃいけないなというようなことは思いがありましたね。被災地への主な取り組みとしてはどのような支援を行ってきたんでしょうか。3月11日被災、まあ、大地震が起きてですね、すぐまあ大きな被害が出たということでした。岩手県大船渡市をはじめですね、東北3県に対してですね、応援をしなくちゃいけないということで、まあ、大船渡につきましてはですね、翌々日からですね、まあ、市内企業にですねお願いをいたしまして、即ですね救援物資をお送りしました。相模原市では震災直後に緊急消防援助隊を被災地である仙台市に派遣し、大都市災害時相互応援協定に基づき緊急支援物資の提供なども行いました。さらに銀河連邦事業で交流がある岩手県大船渡市に応援物資を輸送。この対応の速さには大船渡市の戸田市長も驚きを隠せなかったそうです。14日の早朝、まだ太陽が昇ってない時期に大船渡市役所の駐車場に大きなトラックが到着したんですね。なんと相模原からの支援物資でございました。本当に嬉しかったです。それが第1号でした。
その後も大船渡市をはじめ震災により被害を受けた東北3県を中心に相模原市民、企業、ボランティアなどが一丸となり頑張れ東北を合言葉に中長期的な支援が続けられています。県もですね、あの震災直後からこの県の職員それから市町村の皆さんとですね一緒にその支援の部隊を派遣しましてね、それでまあずっと交代でやってきました。その避難所の運営に当たっていたり、それからまあその行政機能がなかなかこう十分に働いてないようなところがありましたから、ですからその行政機能を補うような仕事を一緒にやったりとかですね、一緒に皆さん頑張ってやってましたね。神奈川県では東日本大震災で甚大な津波被害があった大船渡市、釜石市、陸前高田市などへの幅広い支援を行うため、岩手県内陸部に位置する遠野市に災害広報支援基地銀太郎ハウスを開設しました。まあ、うちもですね、すごくあの現地にですね、あの職員を送りました。そして特に大船渡市につきましては大船渡小学校というのがございまして、まあ、そこで救援物資なんか受付をして、まあ、避難場所にですねお届けをするところがあるんですけども、そこを全部任せていただきまして、指示をいただかなくてもですねこちら自主的にですね動きなさいということで、まあ、ですから相模原市民がですね、まあ、避難にあったということを想定しながらですね自主的な運用をさせていただいたということがございました。ここが駅だよ。はあ、何も震災発生からおよそ1ヶ月が経過した4月18日、加山市長は岩手県大船渡市を訪問。物資は結構入ってるんだな。相模原市職員による現地支援の状況や仮設住宅の建設状況、市内各地区の被災状況などを視察。本当に多かったでしょう。本当に水に浸かった深さがそうですね、もう8メーター9メーターぐらいある時期なんですけれども、大船渡市の現状を把握する中で復旧復興に向けて大船渡市の職員が被災地への対応などに全力を注ぐことができるよう一層の支援体制が必要であることを確認しました。内装直すとか使えるんじゃないですか。被災後1ヶ月後に行ったんですけども、その時の状況はどこから手をつけるんだというような感じを受けましたね。まあ、残ったビリの残骸の中にですね木なんかも突き刺さっているような状態でありましたしですね、まあ、水もまだ引いてないような地域もありました。ここから本当に復旧復興ができるのかなと思いましたけども、いろんな全国の支援、また地元の気持ちといいましょうか、まあ、こういったものが、まあ、今日の復旧復興に向かう兆しがこう見えてきましたけどもね。私が行った時はもう新幹線が通ってたんですね。ずっと窓から見てたんですよ。で、あれ本当に地震があったのかなっていう景色がずっと続いてるんですね。駅降りてずっと行ってもあれ街が全然そのままじゃないかと思って、おかしいなと思って行ったあるところから突然のごとく街が壊滅的になったわけですね。大震災の被害というよりはやっぱり大津波の被害っていう、これはもう質的に全然違うなって、波が来たところはもう何にもなくなってるけど、ギリギリのところは全くセーフっていう。その影響というのは、あの被災地だけではなくて県市もかなり大きかったと思うんですね。さまざまな対応に追われたと思うんですけれども、計画停電の心配がありましたので、いわゆる電気をこう確保するっていうんでしょうか、しないと、まあ、医療機関止まりますし、まあ、特にものづくりの関係もあります。あの製造業の、まあ、機械が止まるということはちょっと困りますので、まあ、そういった対策にも奔走させていただきました。それとですね、やはりあの鉄道がですね、ローカル線がちょっと止まった、長期に止まりました。まあ、沿線市町とも連携させて、まあ、神奈川県さんにもご指導いただきながら、そういう鉄道事業者にもですね早期の開通を促したりですね、被災県から被災地からこの神奈川県の方に来てくださっているという方、これをお迎えしてますからね。でこの方々最初のうちはこちらに用意した避難所にまず入っていただいたんですけど、その後いろんなこう住宅に入っていただいておりますね。で住宅に入られたらですね、皆さんこうポツンとこう孤立しちゃうんですね。こうコミュニティから分断されてますからね。そこでその生活の中でやっぱり戸惑いもあるだろうし、
孤独感もあるでしょうから、そういう方々をそういう思いさせないために避難者見守り隊というのをですね、この組織してずっとそこにこう みんなが回ってって、大丈夫ですか、お元気いかがですか、困ったことありませんかっていう、ハードだけじゃないね、ソフトの面におけるですね支援というの、これもまあずっと今やってきているというところですね。そしてさらにあの福島第一原発事故に伴うこの放射能、この見えないものへの恐怖不安というのは県民市民の皆さん大きいですよね。まあ市民の生活空間がどうなっているか、まあ特に小学校ですとか幼稚園保育園、また公園ですとかね、人が多く集まるご利用されるところの放射能環境がどういうような状況かっていう調査もしなくちゃいけませんし、今も定点調査をずっと続けております。それとですね、やはりお母様お父様が一番心配するのはね、子どもさんの、まあ、食育といいましょうか、給食ですね、これの安全性がどのようになっているかということが非常にですね心配されます。どのような形で調査をして心配される市民の方に安心をしていただけるかという体制づくりをですね、抜かりなくですねこれからもやっていきたいと思っております。相模原市民や企業ボランティアなどによる復興支援のイベントも数多く行われました。5月には復興を願う相模原市民の鯉のぼりが大船渡市内の広場で力強く泳ぎました。子どもたちに勇気を与えたい、元気になってほしいと多くのボランティアが参加しました。夏休みには市教育委員会が大船渡市の小学生を相模原に招待しました。ここでもボランティアが参加、子どもたちにいい思い出を作ってあげたいと自分たちでさまざまなイベントを企画。この交流を通して相模原と大船渡の子どもたちの間に新たな絆が生まれました。5月30日に開催された旧都県市首脳会議、首都圏の旧都県市の首脳が一堂に会して広域的課題などを議論する中で、香山市長は首都直下地震が発生した場合を想定し、基幹的防災拠点を内陸部へ設置することの必要性を提案しました。これからさまざまな問題に立ち向かっていくためには、旧都県市首脳会議をはじめとした広域連携、これが重要だと思うんですけれども、はい、それについて具体的にはどういう検討が進められているんでしょうか。今回いろんな我々教訓があったと思うんですね、壊滅的になる、そうするとその場所だけではもうどうにも対応ができないわけですね。外のところからこう連携でこう助けに来るということが必要ですよね。今回その情報がこう錯綜してよく分からないわけですね、誰がどこに行けばいいか分からないという状況になったっていう、だからそういうことをもうあらかじめ今度はもう想定してですね、じゃあここが大変なことだったらここが担当でまず行こうとか、ここもダメだったら今度はこっちが連携していこうとか、そういうあらかじめですね担当性みたいな形にして、いざという時にはそれは機敏にパッと動くような新しいこう連携体制というのをね今作ろうとしてるわけですね。そうですね、まあ、今知事のお話の通り旧都県市の中でもですね、まあ、そういう連携でやろうと、ただですね海の方ですね、海湾部が壊滅的な状況になった場合ですね、そこから その受け入れ、またはその指示命令系統といいましょうか、そういう情報の一元化、こういったものをなかなかしにくい、まあ、内陸部にもですねしっかりとしたそういった指示統制の、まあ、バックアップ機能を作っていかなくちゃいけないんじゃないかなということで、まあ、幸い神奈川県の中でも県央道がつながって、まあ、出来上がりますので、まあ、相模原から八王子方面にかけましては中央道東名、東京から出ております6つの高速道路全部つながりますので、まあ、内陸部の情報拠点または防災拠点的なバックアップ機能をですね相模原の方としましてもですね、これから旧都県市の方にも今提案させてもらっておりますけれども、まあ、強化連携を図っていきたいと思っております。それとあと相模川を中心にした県央県北地域の
8市町村で先般ですね、防災連携のですね協定書を締結させていただきまして、お互いが何かあった時には助け合いましょう、そしてその市町村が持っている友好都市、姉妹都市ですね、そういったところが被災を受けた時にもお互いが助け合いをしましょうというですね協定も作らせていただきました。で、私どもは基地がございます、米軍の基地ですね、その米軍の陸軍とですね防災協定、日本では自衛隊と米軍の軍とですね防災協定を結んだのは初めてだと伺っておりますけども、協定を結ばせていただきました。それとあと政令市長会、指定都市会ですね、ここでもご提案させてもらっておりまして、災害が起きた時にですねブロック単位での対応、いわゆるカウンターパートを先にですね決めておいてですね、全国ブロック単位の中での連携強化、こういったことが必要じゃないかということで提案させてもらって、今その素案作りをさせてもらっております。いずれにいたしましてもいろんなその連携ですね、多様な連携、これは必要だと思っております。10月29日都立小金井公園で行われた旧都県市合同総合防災訓練。この訓練は首都直下地震を想定した実践的な訓練として、旧都県市と防災関係機関の広域連携と協力体制をより充実し、さらに強化していくことを目的に行われました。相模原市からは相模原消防署の特別高度救助隊スーパーレスキューはやぶさが参加。訓練のシナリオがなく、より実践に近い緊迫感のある訓練が実施されました。頑張ってくださいね、もう少しですか。私はこの訓練すごい良かったと思います。我々救助隊ブラインドということで内容を全く知らせていませんでした。建物が倒壊しているのか車があるとか要救助者が何人いるというのは一切わからない。この中で、実践に近い訓練ができたこと、かつ横浜と合同でできた。で、この現場において2体が合同してどちらが指揮を取る、連立するという、こちらの訓練にも面白くなりました。東日本大震災の発生の際、帰宅困難者対策は首都圏にとって深刻な問題となりました。相模原市では大規模災害時における多機関との連携を強化していく必要性から、11月17日相模湖駅で消防署、JR、警察署、公民館の4つの機関で初の合同訓練が実施されました。迅速かつ的確な救出・救護活動とともに関係機関との連携強化を目指した実践的な訓練となりました。やはり東海大地震がいつ起きてもおかしくないとも言われているんですけれども、防災体制の強化はどのように進めていらっしゃるんでしょうか。我々もそのいろんなその災害を想定して、大地震も想定して、これまで防災計画を作っていました。しかし今回のような大きな津波っていうまでは想定してなかったわけですね。でそれは想定外だと。しかしああいうものを我々生々しく現実として見た上では、もう想定外って言葉使えないですね。それで今県全体でですね、その津波浸水被害の予測ということをもう本当に直視するという、もうこういう事態を受けてみれば完全なる防災も無理なんですね。やっぱり減災、少しでもその災害を減らすということ、その中では最悪の事態っていうものをあえて直視しながら、じゃあどう対応するかということを、これから本当にそれ一つずつ作っていかなきゃいけないっていうね、そういうところに今来てると思うんですね。知事お話の通り、神奈川県は大津波ですね、海岸部を持ってますから、その具体的対策ということもかなりもう一度見直しをしなくちゃいけないということを今検討されておりますけども、実は私たちはですね、この山を持ってますし湖を持ってますね。で特に県民の7割近いですね、水溜めを持っておりますダムがありますね。コンクリート自重式というですね、強固なダムでございますから、今回程度のですね震災では破壊しないと言われておりますけれども、ただ万が一ですね、あれがダムが決壊した場合だとか、その洪水対策、それと初動体制ですね。先ほどこれも知事が言いましたように、災害が起きた時にですね、これを止めることはできないわけですけども、
最小限にこう食い止めなくちゃいけない、その時どうしたらいいか。で特に我々もその毎年ですね、避難訓練やっております。やっぱり地域ごとによって違う状況でございますから、それに合ったようなその行動に合わせる、まあ、訓練をしなくちゃいけないだとかね、そういったこともしっかり見直しをしていかなきゃいけませんし、まあ、特に自助共助といいましょうか、公の対応だけではなくてですね、やはり日頃からのですね、市民のね、自主的な防災対応能力、こういったものをしっかり持っていただくということも大切になるということですから、まあ、総合的な防災対策、しっかりとした見直しをこれからやっていかなきゃいけないと、このように思っております。11月19日、20日の両日、復興支援をテーマに開催されたはやぶさのふるさと純粋都市相模原フェスタ。このフェスタでは大船渡産のサンマをはじめ、東北地方銀河連峰の特産品などが数多く販売され、岩手、宮城、福島県の食材を使用した復興支援相模原麺グランプリが開催されるなど、被災地を応援するさまざまなイベントが行われました。大船渡市の方々も元気な姿でこのイベントに参加していました。加山市長さんが大船渡市民を相模原市民だと思ってやれという指示を職員に出していただいたそうなので、まあ、その通りに職員の方も市民のボランティアの方も民間の企業の方なんですけど、大船渡市のために一生懸命になって頑張っていただきました。涙が出るほど。会場には大船渡市の戸田市長の姿がありました。雨の降る中、大船渡市議会議長とともに会場を訪れ、震災直後から支援をしている相模原市民に対し感謝の思いを伝えに来たのです。本当に大きな支援を受けてまいりました。この場をお借りして大船渡市民を代表しまして心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。本当に相模原さんから本当に大きな支援いただきまして、復興の大きな弾みになりました。大船渡相模原、そうですね、5、600キロあるところですけれども、この相模原のこのラーメンフェスグランプリでもって東北ですね、岩手、宮城、福島の食材を必ず使いなさいというところで、素晴らしい企画だなと元気いただいてますし、被災地の人間としまして本当にありがたく感謝申し上げます。また大船渡市民からも相模原市へのお礼の手紙が寄せられました。大船渡小学校は1階部分が浸水して2階で授業を再開していました。体育館は物資でいっぱいで使えない状態でした。その時、相模原市から派遣された職員さんが子どもたちに早く体育館を返そうと言ってくださり、トラックが来てたくさんの物資を運び出してくれました。子どもを被災して様変わりした学校に通わせ続けることに不安を感じていましたが、体育館がいつも通りの風景になったことで子どもたちも私たち保護者もとても安心することができました。あの時にきちんとお礼を言えずじまいでしたが、とても感謝しています。どうかその時の方にお礼を伝えてください。大船渡市民より。大船渡市の復興には中長期的な支援が必要となります。現在大船渡市には相模原市の職員が派遣され、災害復興計画の策定などで支援を行っています。津波防災まちづくりの案というところで、津波のまちづくりの考え方について若干ご説明させていただきます。相模原市は大船渡市をはじめ東北の被災地の一日も早い復興を目指し、今後も継続して息の長い支援を行ってまいります。
東日本大震災を受けて今後重点的に取り組んでいくべきことはどういったことだと思われますか。今回の災害で得たやはりその対応不足の部分がありますので、特に帰宅困難者対策ですとかね、まあそういったものをどうするかとか、初動体制の時にですね、職員の配置体制がやはり足りないんじゃないかとか、知事も触れておりましたけど、情報の一元化ですとかね、適切な情報を発信する、こういった体制をどう組むか、そして先ほど言いましたように防災対策は地域の防災力をつけていく、こういったことをしっかりやるためにはですね、まあ、適時適切な想定をできる、まあ、訓練も含めまして、そういった防災計画の見直し、行動計画の在り方、こういったものをしっかりやらなくちゃいけないと、このように思っておりますけどね。その防災っていうのはハード面の整備も大事なんですけども、やっぱりソフト面、ソフト面の最大の問題っていうのはやっぱ情報ですよね。その発生した直後にそのいち早くその起きたことを、その情報を早く届けて、そして皆さんが一人一人その対応にかかれるということ、これが一番大事ですね。まあ、県としてはあのウェザーニュース社とですね提携をした。でこれウェザーニュース社と提携したらどういう意味かというとですね、すごく面白いそのシステムを持ってましてね、その緩やかなその会員制なんですね。それで現場で何か起きたって言った時に、その人たちが自分でその写真撮って、それで携帯でどんどん送ってくるんですね。県の職員で市役所の職員が行ってたら間に合わないですよね。たまたまその後にいた人がパパパパッと撮って、パパパパッとこう集まってくる。でそれを整理するとこう集中的に一体何が現場で起きてるかっていうのが分かるという、こういうふうなシステムも実は、もう採用したんですね。これももっともっとね、新しい技術があったらどんどん取り入れてね、やっていかなきゃいけないなと思ってるんですね。それとある種最大のまあ防災対策にもなると私は思うんですけども、やっぱりこれはエネルギーの問題ですよね。我々今回学んだことの中にね、300キロも離れた福島の皆さんにあれだけのねリスクを負わせて、我々は電気を普通に使うという生活を享受してたわけですね。でこういう事故が起きた上ではですね、やっぱりそうじゃなくて、自分たちのエネルギーはやっぱりできるだけ自分たちの近くで作っていこう、エネルギーのいわゆる地産地消ですね、それをやっぱりやっていくということ、実はこれがやっぱりいざ災害起きた時にもですね、一人一人のお家の中でやっぱりその電気っていうものを確保できるような形、究極にはそれですよね。だから例えば太陽光発電で私が一生懸命言ってるのは、まあ、そういう意味でもあるわけですね。太陽光発電が自分の上にあれば、屋根にあれば停電を免れるということもなりますからね。やはりこれから大事なのは災害に強い街づくりって一つ大きな問題ですよね。まあ、私たちも今お話の通り、まあ、このエネルギー対策といいましょうか、エネルギーにはまあ限りがあるわけですからね、まあ、やはりその再生も可能なですねエネルギー、こういったものも取り入れたまちづくりをしなくちゃいけないと思っております。まあ、特に私どももまあ環境計画というのを持っておりますので、その一環として今太陽光ですとか水力発電、こういったものを今研究もさせてもらっておりますし、取り入れていましょうか、まちづくりへそういったものを導入していく、こういう計画も進めているわけでございますけども、まあこれはやはり県とも連携してですね、しっかりやっていかなきゃいけないと思っておりますね。東日本大震災の発生を教訓として、もうこれからどんどん前へ進んでいってほしいと思います。そうですね。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。東日本大震災で壊滅的な被害を受けた大船渡市は、今悲しみを乗り越え、力強く復興に向けた第一歩を踏み出しました。相模原市もこの東日本大震災を教訓とし、新たな防災体制の強化に取り組むとともに、災害に強い街づくりを目指していきます。